どうですか？品格出てます？皆さん、こんにちは。アイです。顔色悪っねえ。今ベースメイクだけなんですけれども、これだけだと本当に正気を失った顔ですよね。で、今日はですね、アンドロージー3月号を買ってきました。これ大人の品格メイクパレット、これがね気になって買ってきました。なのでね、この顔に使っていきたいと思います。はい、それではスタート。もう私この顔で買ってきました。買ってすぐ使おうと思ってね。なんか今回気になりますよね、品格パレットですから。いや、なんかこのカラー可愛いですよね。なんかティファニーカラーって言いますか、これだけでちょっとテンション上がります。ではちょっと開けてみます。ちょっと硬いですね、これ。思ってたより硬いかも。あー、ちょっと待って、硬いこれ。スライドとかじゃないもんね。ちょっとなんか、あ、開けました。なんか爪がガビってなったんですけど。あ、すごい、ここカメラ、違う、カメラじゃない。カメラ鏡が、はい、ついてます。もうどうやって隠していいかがわかんないですけど、すごく大きな鏡がついてます。で、アイライナーだったりアイシャドウ、あと一番こちら側はなんか黒いのが点ってついてますけど、こちらはチークとリップに使えます。で、またいいなと思ったのが、ブラシがセットで入っていて、こちら側にはスクリューブラシで、こちら側にはアイブロウブラシで、あともう一本がアイライナーブラシとアイシャドウ。いいですね、これがね、セットで入ってるのがすごく嬉しいなと思って。全体的にオレンジっぽいカラーなので、私のね、肌の色に合うのかがちょっとね心配ではあったんですけど、ちょっとそれも含めて使ってみたいと思います。はい、手にのせるとこのような色味になっています。どれも温かみがあると言いますか、柔らかくて可愛いカラーだなっていう印象です。特にこれはもっとオレンジっぽいのかなと思ったんですけれど、サーモンピンクのようなピンクの柔らかさがあります。で、この2つは細かいラメが入っていて、で、この2つはですね、パール感ですね。あまりラメは感じなかったです。もう本当に品格が出そうなカラーになってます。で、この質もすごくいいです。細かくてしっとりしたような感覚も感じるような粉がすごく細かいです。で、リップとアイライナーは少し保湿感のあるようなしっとりする手触りでした。では早速顔に使っていきます。雑誌にですね、いくつかメイクパターンが書いてあったんですけど、一番スタンダードなメインで書かれているメイクをしてみようと思います。品格作っていきます。まずはアイメイクからやっていきます。どうですか？品格出てます？今眉毛も何も描いてないんですけど、ちょっと目元がね綺麗になった気がします。うん、オレンジがねなんかいい仕事をしてくれてますね。アイホール全体にブラウンをのせているので、メリハリがつきましたね、目元にね。で、このアイライナーのブラシもすごく描きやすくて、このアイシャドウのチップもね細かいとこに入れやすくてすごく良かったです。そう、ただアイライン塗った後きちんと拭き取らないとつきます。アイライン使った後は綺麗に拭き取ることをおすすめします。ではですね、アイブロウやっていきます。アイブロウももちろんこの中にあるもので使っていくんですけど、まずはこのスクリューブラシで毛流れを整えておきます。めったにやりませんけどね、私いつもやらないんですけど、ちょっとここに書いてあるので整えておきたいと思います。で、このスクリューブラシのこちら側にはアイブロウブラシがついているので、この一番濃いカラーを使っていきます。なんかいつになくうまく描けた気がします。眉尻の方から眉頭にパウダーをこうのせていったら、なんかいい感じに描けました。はい、で、もうね本当に顔色が
悪いですもんね。なので、はい、早速チークいきたいと思います。ではチークですね、こちらを使っていきます。雑誌には小鼻の膨らみから横って書いてあるんですけど、そうするとちょっと低めの位置になってしまうので、私はもう少し上の方で入れてみたいと思います。少しオレンジ味もありますし、あとピンク味もあるので、肌の色問わず使えるんじゃないかなと思います。うん。で、雑誌にはですね、このハイライトカラーを目頭、くの字と、あとここに少しだけ入れてる感じなので、はい、入れてみます。そう、ハイライトカラーがこれはすごく綺麗ですね。うん、ツヤ出てますもんね。はい、で最後にリップです。リップもこれです。これを唇にじわっとほんのりと、はい、乗せていきたいと思います。もう少しオレンジっぽくつくのかなと思ったんですけど、ちょっとピンクっぽいですね。雑誌の色とちょっと違うっていうか、雑誌もう少しオレンジっぽい濃いめの色がついてるんですけど、本当にこのような色ですね。唇の色をしてるんですけど、私の唇塗るとなんかちょっとピンクっぽくなる気がします。元のね、唇の色によってももちろん変わってくると思うんですけど、なんとなく私もう少し濃いめのイメージでした。まあ薄い方が好きなんですけどでもなんか今ここまで仕上げてくると、もう少しオレンジっぽい濃いめでもいいような気がしません？私だけかな。なんかこの色は色で、すごく好きな可愛いカラーだなと思うんですけど、今ここ仕上げてきたらもうちょっと濃いめの方がいい気がしますね。なので少し色のついたグロスを塗ってもいいですね。ちょっと塗ってみよう。ケイトの CC リップオイルを持ってきました。なのでちょっと上から重ねてみたいと思います。イメージとしては朱色っていうかオレンジ味のある赤のグロスを少しのせたいんですけど、私があんまりオレンジっぽいカラーを持ってないっていうのが問題ですねちょっとキャンディーラップ塗ってみます。どうだろう今とりあえずイメージに近いのはこのぐらいのカラーですね。はい、ということでアンドロージー3月号の付録ベルニカ特別デザイン大人の品格メイクパレットを使ってみました。私このアイシャドウのね、カラーがすごく使いやすいカラーでいいなと思いました。ベースもそうなんですけど、アクセントカラーもそうですし、このアイホールまで塗ったブラウンも自然な深みが出るので、本当に品格が出るっていうか深みが出ますし、うん、いいなと思いました。で、アイライナーですね、スモーキーブラックっていうカラーなんですけれども、目元もそんなに強調するカラーではないんですけれども、しっかり目元を締めてくれます。ただ一つだけメイクしている途中に下に黒くついていたので、ちょっと、危険かなと思います。はい、注意が必要だと思いました、使うのに。あとチークはすごく使いやすかったです。濃いカラーじゃないので、指に取ってのせるとすごくふんわり綺麗に簡単につけることができるし、潤いもツヤもあります。で、雑誌にはですね、他にもオレンジシャドウを使って夕方のくすみをなくしたりとか、10分でできる簡単品格メイクとかも載っていますので、いろいろと参考になるかと思います。私もね、ちょっとチャレンジしてみようかなと思いました。はい、ということで少しでも参考になったら嬉しいです。今日もご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。